こんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はやっていきましょうということです。はい、コラボと2頭夢の3を支える会からなぜか消された人がいるので紹介ということになります。はい、コラボと2頭夢の3を支える会は83名なんですが、まあ、なんでか知らないんですけど82名になっているということになっているんで、ちょっと先ほど確認したら、ホームページ確認したら、確かになってんなということになるんで、まあ、その人をご紹介ということになります。はい、ということですね。まあ、森康彦さんでよろしいのかな。はい、NPO 法人ホザナハウス、まあ、文字間違えたりしたらごめんなさいね。はい、NPO 法人ホザナハウス代表理事の方ということになります。はい、森康彦さんですね。はい、でコラボと2頭夢のさんを支える会が、まあ、なぜか消されているということですね。はい、誰もやらない、誰もできないことに勇気を持って立ち上がり、成し遂げようと試行錯誤している。オン法人と代表並びスタッフに丸祝福をお祈りいたしますということになるんですね。はい、ということになってるわけなんですけれども、まあ、この方が要するにどういうふうに、まあ、要するに、コラボと、まあ、二頭夢のさんと、まあ、関わってたかということですかね。はい、まあ、要するになんか私たちは買われた店に一緒に、まあ、出店してたりとか、まあ、あちこちで要するに提携してたりって、提携って言ったらちょっとややこしいのかな。まあ、要するに一緒になんか協力して何かをやったりっていうふうなことを、まあ、やってましたよと。まあ、いうことになってるんですね。で、まあ、本日ですかね。本日っていうか、先日か先々日か。はい。いう感じになるんですけれども、そこで、まあ、要するに、覚醒剤の使用によって逮捕されました。ということになってるわけなんですね。はい。まあ、これは確か新聞の記事かなんかに載ってたということになるんですけど、で、じゃあ、これに対してコラボと2頭夢のさんを支える会が、なんで消すんだっていう話になるんですよ。はい。なんで消すんだっていうことなんですが、それがなんでまずいのかっていうことを、まあちょっと言おうかという話になるわけですね。よろしいでしょうか。はい。で、まず、その、考えといてほしいんですが、はい。本日の結論ということなんですけど、理由もなく予告もなく消しちゃダメでしょ。はい。だから何回も言うんですけど、私、はい。理由もなく予告もなく消すなっていう話をしてるわけじゃないですか。なんでかって言ったら、自分たちに都合が悪いことができましたっていう風な話になったら、理由もなく予告もなく消しまくりますよって言ったら、逆の要するにベクトルが働きませんかってことですよ。この人たち要するに理由もなく予告もなく自分たちの都合の悪いことには答えないし、都合の悪いことは全部消すんだって言った。そしたらみんな普通の一般人はどう思います？推定有罪じゃねえのっていう風に働きますよね。そしたらそういう話がどん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 拡散されますよねって話。だから私が言ってるのは、だから自分たちがやってることがどん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 、要するに火種がどん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 拡散していってますよってことです。はい。理由もなく予告もなく消しちゃダメでしょって、どういう関係だったんですか、どういう付き合いだったんですか、どういう風な話だったんですか、どういう風にやってるんですかって、あなた方も薬物汚染知ってるにもかかわらず、おったらかしにしてたんですかって、薬物やってるにもかかわらず、要するに未成年者に対しての要するに保護活動なんてことをさせてたんですかっていう。それを要するにやってるんですかって、マスコミ関係者も一緒ですよ。これ分かっててやったんですか、分かってて持ち上げたんですか。これ政治家の関係者も一緒ですよ。これ賞受賞されてますよね。僕あえて言いませんでしたけど、あえて83名のところに関してが要するに出てきた時には言わなかったですけど、乗っちゃいけないやつが乗ってるよなっていう話をして、これ悪いですよ。ネット上だと公然の要するに秘密ですよ。みんな知ってるみたいな話ですよ、レベル的に。皆さん知ってますよね。ここに書かれてる方、かなり情報通な方多いですよね。申し訳ないですけど。書いてない人はもっと情報通だと思ってるんですよ、私は。ひっそりと俺に情報をくれたりとかする人たまにいるんで。はい。いう風な感じになってくるんですけど、これ理由もなく予告もなく消しちゃダメだよねって話です。なんでって、どういう付き合いなんて、この人まだ薬物の3倍ルート持ってんのって、薬物の販売をやってんのって、もしくは未成年者に対して要するに打ったりしてない、もしくは使用したりしてないっていう風なことを考えなきゃいけないでしょって話。ただし、ここでもう一つ気をつけた方がいいのが、二つ目ということになんですけど、森さんまだ有罪決まってないだろ。森さんまだ有罪決まってないでしょ。使用しましたって言うんで無罪かもしれませんし、有罪かもしれません。まだ裁判一審も終わってないんですよ。よろしいですか。で、なんで森さんと要するに関係性があったコラボや、要するにコラボの関係者が、もうさっさと切り落としてんねん。おかしいやろ。俺が友人や親友なんやったら、本人がまだ言わないっていう状態だった場合ですね。本人が、いや、やりましたって言って、お前確認取ったんかっつって、本人がやったって言ったんやったら、
お、それは納得するわ、単純に。友達や友人や親友なんやとしたらな。で、有罪が確定しましたって言ったら、有罪が確定しましたって、でもそれでも本人やってないって言ったらまだ多少信じるわ。そやけど有罪確定したんやって、こんだけの状況証拠あったって言ったら、あ、これはやってんなって言うんでなるわ。その時に取り下げる、これもまあわかるわ。まあ本人まだ否定してんやろ、これ本人まだ否定してんのに、コラボ側が一番先にもうこいつ有罪じゃんっていう対応を取ってるじゃん。で、うちとは関係ないですよっていうような感じで切り落としてるやん。あのね、一つ言わして、あのもう一回確認するんやけど、コラボ側の主張ってみんななんで応援してくれてんの？いいか、コラボ側の要するにコラボさんや二頭夢のさんを支える会は、なんでみんなコラボや二頭夢のさんを応援してくれてんの？皆さん、弁護士の皆さん、なんて発表したんですか？誹謗中傷になりますよ、誹謗中傷になりますような文章も4発も5発も出てますけど、4発も5発も出てますけど、真実はまだ分からないというか、その会計の処理が3つごっちゃごちゃになってるかどうかっていうところがあって、それが要するに不適切な会計かどうかってことは分からないという姿勢を持ってほしいですね。で、自分らで発表したんやと。推定無罪で要するにやってくださいっていうふうに発表したんやと。分かってるかい、自分がやってこと。自分らがやってることだから、俺はそれで推定無罪だって言ってるから、100万歩ぐらい譲って、俺これはっきり言うけど100万歩ぐらい譲って、まあ、はっきり言うけど、俺に訴えられて大丈夫ですか松井さんって言われるけど、俺で訴えられたらみんな誰が、要するにもうコラボ側の、要するに多少なりとも、要するにコラボ側に多少寄ってね、情報発信しましょうかってやつ、誰おんの？逆に教えてほしいよ。俺100万歩ぐらい譲って、まだ推定無罪の可能性がありますよねっていう話の中で俺は話しとるわけや。腹はとは煮えくり返ってるけどな、めちゃくちゃ腹立ってるよ。暇空あかねさんよりも多分100倍ぐらい腹立ってるよ。なんでかって、暇空あかねさんよりもっと前の段階から男女雇用、あ、男女金、男女共同参画社会の金の流れおかしいって俺言ってるから、はい、おかしいって言ってるから、どう考えてもおかしいって言ってるから、もっと言いたいことはいっぱいあるんだけど、それでも俺ら推定無罪でやりましょうっていう話をしてるわけですね。はい、何の関係もないですよ、何の興味もないですよ。んで応援しますっていう風な人たちね、コラボと二刀夢さん、まだ推定無罪だから私たちは応援しますよ、これ見てね、誰もやらない、誰もできないことに勇気を持って立ち上がり、成し遂げようと試行錯誤しているオウム法人と代表並びスタッフに祝福をお祈りいたします。まあ、はっきり言わしてもらいますけど、森さんがもし完全に有罪だと決まったらですね、まあ、この人がやったことっていうのは許されざる行為だとは思いますよ。ただ、まだ有罪まだ決まってないから、推定無罪で要するに取り扱いさせてもらいます。それは、めっちゃ腹立つよ。未成年に対してとかそういうところでやっててっていうんで、まあ、元反社であるっていうような話であったりとか、過去に使ってただけでもかなり大概頭くるんだけど、それで要するにまだ有罪決まってないから。有罪決まってないから、でもこうやって発表してくれてるわけな。少なくとも二刀夢さんやそのなんかそのコラボを守ろうという意思に関しては、それに関しては尊重しようよ、それに関しては尊重しようよ。なんで切り落とすんよ、汚すぎるやろ、なんぼどうでも人の道外しとるやろ。自分たちがやいいか、もう一回言うぞ、自分らの仲間やぞこれ、自分らの仲間やぞ、もう一回言うけど、自分らの仲間が要するに、まだ、自分たちは推定無罪で皆さん応援してくださいと、応援しました。君たちは応援してくださいと言いました。まだ有罪は確定してません。逮捕はされましたが、逮捕はされましたが、有罪は確定してません。切り落とすんか。一つだけみんな言っておくか。お前らほんまに支えるか。俺が言ってんのと、こっちが言ってんの、どっち信じる？はっきり言うといたろ。俺もしここと裁判になったら、これ支える会、ザ半分ぐらい裏切ると思うんだ俺。はっきり言うけど、俺言われたらって言ったら、多分支える会の半分ぐらい。実際共産党員の中にも俺の意見に同調してるやつおるよな。ツイッター見たけど。うん。俺もそう思うわ。俺も左翼寄りやから、考え方っていうか。その、国民の生活とかに関しては左翼寄りやから、気持ちはすごいわかんない。右がやってる不正を叩いてる左の人間が、なんで自分らの不正に対してお前、はい、そうですっていう風になるの。身の潔白で、この資料見てみろよ、バーンつって出さへんねんって言ってイライラしてるやつ、ようさんおるやろ。俺もそうや。俺もはっきりそうや。はい。ということです。右がやろうが左がやろうが、不正なのは不正なの。はい。ということです。で、三つ目ということになるんですけど、有罪が決まってからが重要でしょ。
無罪でしたっていうんやったら、この人の要するに考え方っていう、この人の要するにところ、要するにあのうちは要するに無罪だったっていうふうになったら、その名誉毀損とかそういうに対して回復作業しますと、名誉に関しては回復作業します、それもええよ。有罪が決まったらどうすんの。有罪が決まったら重要や。てか NPO 法人ホザナハウスやろ、これ公金使われとんやでな。それコラム二刀夢さんのところもこれも公金使われとんやで。ええか、公金使ってシャブ使いますって申請書出したんか。出したんやったら俺ええわな。出したんやったら俺ええわ。それでああいいよいいよってシャブ買ってくださいって言うて通ったんやったら俺も言われへん。そんな風にか使ってないですって風になってんやろ。なってないんやろ。な、俺ら要するに税金払ってる人たち、まあこれはホザナハウスに関してはまた違うですよね。東京じゃないけど、別に東京じゃなくても日本国全体の話な。シャブ買うやつに我々の税金要するに突っ込んでな、はい、そいつの生活を保障して贅沢な生活をさしてシャブを売って、な、挙句の果てには付き合ってる人にまで売って、挙句の果てには要するに他の要するに児童とかで要するにそういうんで児童を要するに保護しますっていう活動をそんな人間にさせるっていうふうに公金使うっていうふうになってるんですか。そんな感覚の人おるんですか。おったら軽蔑するわ俺、はけるけど、はい、いう感じになってるわけですよ。いいっすか。じゃあこれ有罪が決まったらって話や。なんで他の NPO 法人、これ森さんと関わりのあるやつ、これ一つ二つちゃうやろこれ。なんでそれを声明出さへんねん。うちはやってないっすよ、はい、うちはやってないし、そんなことに手染めてないですよって。この人とは知り合って、要するに高校やってますけどって言って、そこは知らないっすよって。あったって言うんやったら、俺あったって言うんやったら俺言うわって話になる。っていうことなんです。で、こういうのが出てきてるでしょって話なんです。で、こういうのが出てきてるから、要は会計とかをちゃんとしなきゃいけないんですよって、俺は言った通りになってるある意味。はい、ということで会計とかをきっちりしなきゃいけないんですよ。税金が要するに変なところに、要するに反社会的な集団に流れてないですかとか、そういうことを要するに食い物にしてるやつがいないですかって。看板に掲げてるのは要するにすごいいいこと掲げてるけれども、やってること、裏でやってることがやばいことってはないんですかっていうことをちゃんと考えて、要するに動かなあかんでしょって話なんです。ちゃんと考えてやらなあかんでしょって話なんです。でしょって。でも毎回もう一回言うけど、君らを支えようとしてくれてる人は、基本的に、まあ、こいつが悪人かどうかとか、善人かどうか、云々以前にやな。な、そもそも俺からすると、83人で一詩人を要するにボコボコにしようっていう時点で、人として終わってると思ってる俺。一詩人やんな、ひまぞらあかねさん。どんだけすごいんか、どんだけ強いんかは知らんよ、俺も。はい。知らんけど、一詩人を83人、ガン首揃えてお前とか、貸し込みに行きましたって言ったら悪いけど、お前、そこらの不良以下やぞ。暴走族とか暴力団以下やぞ。悪いけど、それの視点で俺はどうかとは思うけど、それは百歩譲って、だからといって、まあ要するにやられてるというふうに彼からは見たらそうなったんでしょ。で、推定無罪でこの声明出しとんでしょって。でもあなた方は要するに推定無罪で、要するに応援してくれた人を推定まだ有罪か確定してない中で切り落としますって、おかしいでしょって話。よろしいでしょうか。はい、よろしいでしょうか。っていうようなこと、おかしなことをやってる団体が、私らの団体には不正はありませんって通らないでしょ。そんなんで通らない。それが名誉毀損だって言うんけど、こんなん悪いんですけど言っちゃうんだけど、これやった時点でですよ、名誉毀損ってどんな名誉が毀損されたの。これ身内から見てもお前やばいなこいつらと思うやん、ね、自分ら助けてくれて助けてもらうくせにって言って、いざ要するに応援してるやつの中でヤバいやつ出てきたりしたら、真っ先にこいつ切り落として逃亡するのかっていう話になるよ。どこに名誉があるんですか。どんな名誉があるんですか。そのなんか悪党の世界のルールにも反してますよ。人の道に反してますよ完全に、と俺は思いますけどね。はい、俺は思うけどね。他の人はそうは思わないっていうのかもしれないけど、いやいや、あの気に入らないやつだったら切り落としたらいいんやっていう話になるんやったら、俺さ、悪党の世界でも要するにあの成立しない概念だと思ってるんで、はい、だと思いますけどね。はい、ということです。よろしいでしょうか。で、この件から見てもしっかり覚えてください。 NPO 法人とか頼る場合に関しては、要するにしっかりと、要するにあるっていうのはあるんけど、こういうリスクっていうのは本当覚えておいてください。もうマジでシャブを、要するにその売ってるやつとか、シャブ決めてるやつとか、シャブ買ってるやつとか、そのシャブを売買やってるやつとか、人身売買やってるやつとか、その臓器売買ビジネスに手染めてるやつとか、要は女の子を要するに未成年で、要するにバーッと要するに集めてきて、その性風俗店にどんどん要するに供給するとか、そういう連中っていうのが実際に存在してしまってるということなんです。
実際に存在してしまって、それで公金もらって、しかもそこからですね、ピンハネしてっていう、そのあり地獄みたいな状態のことをする連中がいるっていうことをね、皆さんしっかり覚えてくださいとです。皆さんの境遇がいいか悪いかは別にして、与えられた環境で戦うしかないんですよ。で、悪い環境だったら悪い環境の中で戦うしかないんやけど、悪い環境であればあるほど、こういうふうに寄ってきて人の食い物にしようっていうやつがいるの。じゃあ、いい環境で生まれた俺らがこういうのを監視しとかないといけないんです。こんな金の使い方を許しとったらあかんんです。地域の様子に良さってどんどん悪くなってきます。地域の治安どんどん悪くなってきます。もうそこら辺で要するに反社会的勢力をバッコするような時代になってしまいます。もうそれこそ北斗の拳とかの世界です。よろしいでしょうか。だから絶対にそういうことをさせてはいけないですか。絶対にさせてはいけない。名誉毀損で訴える、訴えてこいっていうね。はい。こういう気持ちが大事だと思ってます。いいですか。名誉毀損で訴える、はあ、訴えてこいやつって。俺らは要するに自分らの地域守るために、ね、自分たちの地域を守るため、そして自分たちの公金を守るため、税金システムを守るため、子供たちを守るため、未来の子供たちを守るため、戦うよっていう。はい。よろしいでしょうか。はい。熱くなりすぎて何喋りたかったのか結局忘れました。はい。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。